志村さん最近眠りはどうなんですか？眠りはどうだろう、すぐ眠れます？比較的すぐ眠れるかな。てかどちらかというとね、あのね、落ちる、寝落ちすること多いね。寝落ちして疲れすぎなんじゃないかな。山下さんどうですか？いや僕本当に眠りが浅くて、ちょっとした音でもって起きちゃうんですよね。あ、でも俺もそうなの。本当ですか？そう、割と敏感に起きちゃいますね。俺ずっとあの父親が嘘か本当か忍者の家系だって言うから、そのせいで起きてるのかなと思ってたけど。かわいい。じゃあ俺が言ったんじゃない、父親がなんか先祖が忍者らしい、忍者かもしれない、忍者かもしれないみたいなことを言ってて。